はい、目白自動車のです。ホンダインサイトでございます。距離107,115キロ。ちゃんと見てください。ちゃんと、ランボーみたいですかね。ランボーこんなんでなかったっけ。まあアメリカ弱いんで大体でしかいつも言わないんですけどもね。ホンダインサイトでございます。もともとは IMA がついたことがあってですね、うちで劣化させていただいたお客様からの最終的には買い取りにその後ですね後々至ったという流れでございましたが、この、黄緑のですね個性的な黄緑ですよね。そして5速マニュアルということですね。5速でありながら古速であるような楽しい車でございます。 ETC もついております。今40キロアイドル、ストップになるとこう、真ん中のところ緑色になるんでしたっけ。止まるとあれ どうでしたっけ。あれ止まんない。一速に入れると止まるんですよね。あ、そう、この下のオートストップのところがですね止まるように画面出るんですよね。これ改造してあの強制ストップを走りながらできるようにするとかもあったんですよね。もっといじり倒したいのもありましたけどね。実際やはりあの軽量化でいくとまあエアコン取ったり内張り取ったりとか何でもやりたくなっちゃうと、さすがに今度売るときにですねもうなんつうんですかね、もう鳥人間コンテストのあの沈んじゃった後のあの鳥みたいな感じですかね、引き上げた後みたいになっちゃったらもうちょっとね難しいんで、悪そうなアスリートがいますね。もう顔合わせられないですね。もう怒られそうで、もうこんなヘッドバンドしてるとですね。はい、ということですね。エアバッグついてます。これもなんかあれですよね、いろんなホンダの部品対応になるたりしたんですよね。これも普通のワイパーですけど、モビリオでしたっけの完結ワイパーがつくとか、あとこのオートのスイッチよくね戻ってこないとかそういうのありますよ。ちゃんとこれ戻りますよ。カチャってなります。この上げるとちゃんとこのキュッても大丈夫ですよね。ねってなるねってなんないやつはずっと上がりっぱなしのような記憶になってしまって、ダメになっちゃうと。18.8キロ、1890、障害燃費 23.1 キロということでございます。はい、ちょっと青でですね、今高速道路乗ってみようかと思います。あとオーディオンこちらですね、こちらはいあります。CD ついてます。ミラーは単なるワイドのあれですね。なんかいつもの、やはりあのカメラを持ちながらやつとここがこうだとか、なんかちょうど今12月1日でしたっけ、なんかだいぶ厳しくなったそうで、法律がなので12月1日以降の撮影だと分かる状態でこれ走ってても、対象になっちゃうかもしれないですよね。アップしたのがだから12月で、撮影したのはずいぶん昔でも12月アップすると疑いもかけられてしまうのかななんて。でこうアップが出るとギアを上げてくれというのが表示ですね。はい、ちょっとヘッドずらしましょうかな。こんな感じ、あれどうでしょうね。やっぱりこうメガネとかで確認したいですね、撮れてるところの場所がちょっと難しいです。いつもの高松料金所、東京なのに高松というね。はい、ETC レーン入ります。まあいろんな結果ですね、この ETC レーンを散々、バーをぶっちぎってきた私どもとしてはですね、まあ、基本的に50キロ以内だとバーは当たらないってことだけは分かってますね。もうまあ過去のも何回言ってますけどね、ベーンって昔のあのバー硬かった時ありましたよね。一番最初の頃ちょうどあのベンツのオープンですね、ダブル300E でしたね、普通に知れて、あれとかで走った時もうなんか本当ブーメランの木が かけたんじゃねえかな、ペーンなんて音でガラス当たって、あの売る前にガラス傷つけちゃったことありましたけどね。いや調子いいですよ本当に。
まあ、あの IMA バッテリーの点灯というのがですね、もう必ずあのかかってくる、避けずには通れない世界の車ですけども、まあ、なんせ群馬でもあの名手いますからね、匠が直せるのがあれ乗せ替えればということですね。まあ、うちらももうですね、慣れたもんで、もう早いと多分あのうちの小林と2人がかりでやると15分ぐらいで、まあ、15分はちょっと早すぎですよ。まあでもまあまあ流れ作業やった時は本当に30分はかからずに15分ぐらいでバカバカバカなんてやっちゃって、全部締めまで終わったと思ったら最後の発泡スチロール入れ忘れたなんつってね、もうその後のネジ剥がすの取るのが遅い遅い、もう一服休憩一服仮眠、その後取りつやっと外したみたいなのがありましたね。うわ調子いいですよこれ、本当にあの不具合が感じませんね、安定しております。もう今ではですね、もうリッター20キロ超え、そしてもう30キロ超えも珍しくない時代になってしまいましたけども、この平成10 11年とかからでしたっけね、始まりはこの頃にですね、もう走り方次第で40キロ行くなんつーですね、ちょっとリセットしてみますか、いけるかな、もう最初から35ぐらいですか今ね、大体なんか昔からよく4速で引っ張ると伸びたっつうのあるんですが、4速でやってみましょうか。ほら1キロずつ落ちていくような感じで、足を乗っけていくとこのようにだいたいですね、まあ、上り坂は確実に落ちるんですけど、これで今40で走れてる状態ですもんね。それで、下り坂までうまく引っ張って、今度は下り坂になったらもう稼ぐだけ稼ぐみたいなんですね。1キロずつぐらい上げていくぐらいだったらまだまだ燃費はもう40、50キロお、やっぱ走れてますよね。なかなか昔の足の感覚がまだ残ってるのかなっていう感じですね。うまく悪くないです。まあ、あの風の抵抗も考えて、あのでっかいトラックの後ろとかですねやったりですね、28、次の判断はどこで、1キロずつ出るんでしたっけ、どうでしたっけ、ほら来た 35.3 伸びましたね、悪くないと思います。はい、うん、安定してますね。もう本当にあのこの車はですね、2の車も当時から2の車で、もう生産台数も非常に少ないと、まあ、後々出た CRZ なんていうのは本当パワー重視というかね、本当乗ってみたらすごい、もう本当レースに使えそうなマニュアルだなという感じは受けましたけどね。この下り坂になりましたんで、チャージで思いっきり稼いじゃうかなと。あ、燃費の表示出て見えてなかったですかね。今こんな感じですね、 35.3 頑張ってます。IMA のですね、あのリセットとかも、メイン、お、50.2 だってもんのがいいですね、50.2。なかなか2キロ走ってリッター50なんてね、2.3 キロで頑張ってますね。まあ、後々絶対これ40切っちゃうと思いますけど、東北道みたいな、少し平坦じゃない、川口線ですね、まだ。首都高の川口線のあたりですと。はい、ということで、燃費も無理じゃないということでございますね。はい、ご興味のある方ぜひですね、目白自動車に言ってください。もう在庫として仕入れることは基本的にやっておりませんけども、このように昔の記事を見ていただいたお客様とか買い取りで入ってくることはあるかもしれませんので、まあ、今はちょうど2台ありますからね、2台同時にご購入いただけるお客様がいたら一番それがいいんじゃないかと。まあ、そして電池もですね、バラして組み直せばもう1台分の電池の中身バラせばもうずっと使えるぜっていう部分はあるのかもしれないですね。でもう僕も数々の、乗せ替えからなんかいろいろ電池をやってましたけど、結局素人ですから、単一電池がなんかつながってる 棒状になってるロケットミサイルみたいななんていうだけでですね、まだ分かってないです。なんで専門家は専門家のところで聞いていろいろとやっていけばですね、面白いと思います。
ありがとうございました。目白自動車でした。止める方法が分かんない。どうですこれ。